小泉一馬のこいちゃーんです。というわけで、長野市議会議員の小泉一馬でございます。今晩も始まってしまいました。小泉一馬トークチャンネル、こいちゃんの時間でございます。今日のテーマ、松屋のチラシ。続きありますからね、続きありますからね、今日はね。松屋のチラシ。鶴屋が巻くのかっていうことでございまして、松屋知ってますよね、長野市民はね。鶴屋も知ってますよね、皆さんね。スーパーで、まあ、両巨頭ですよね。言ってみれば、長野市では松屋と鶴屋、ライバル関係。松屋のチラシ、釣り屋さん置いてくださいっつったら、ぶん殴られます。ですが、そういうことがね、長野市役所においては何の疑問もなく行われてしまっているっていうのが、今日のテーマでございます。戦略性がない長野市のお話ですね。何のことかっていうとね、これいいですか、長野市民特別優待、これ、ね、スキー場のねチラシなんですね。で、木島平スキー場ですよ。で、長野市民特別優待券ですよ。で、大人2000円ですよ。なんと1日リフト券、安くなっちゃいましたね。で、小学生は無料ですよ、リフト。ね？これもはっきり言って、赤字だと思いますよ。ダンピング価格ですよね。こういったものを、木島平スキー場、まあ、戦略として撒いている。その戦略は、小泉は何にも言いませんが、いいですか？なんと、このチラシね、小学校を通じて巻かれている。長野市の小学校ですよ。私立小学校、公立小学校を通じて巻かれている。つまりね、皆様ご承知のように、長野市は長野市のスキー場あります。これ、飯綱公園、これね。飯綱公園スキー場ね。これ、ズナッチくんですけど。これは長野市が昔から持ってて、ね、里谷泰がね、長野オリンピックの時、モーグルで金メダル取ったやつですよね。金メダル取ったスキー場でございます。飯綱高原スキー場。そしてもう一方ですが、こちらがですね、戸隠スキー場。これもね、大変由緒正しきスキー場で、なんか国設スキー場だった時代もあるなんて、そんな国設なんていうのあったのかとこいつも全然知りませんでした。でね、こういったスキー場っていうのは当然長野市の所有でございまして、市の開発公社っていうところに指定管理で任せて運営されています。で、だからね、こことね、それから、ここはね、これライバル関係なんですよ。並び立たないですよね。で、であるんだけれども、長野市の小学校はね、チラシ撒いちゃって、つまり、どんどん長野市の子供、飯綱や戸隠のスキー場じゃなくて木島の方にくれよって、俺たちシェア欲しいんだからよって、わかりました、そうしましょうっていうことを教育委員会はやっちゃったんです。でね、それね、別にね、だけど木島平スキー場は特に悪いことはしてません。それはね、民間の企業としてはね、当たり前の努力なんですよ。だって利潤を極大化しなきゃいけない、儲けなきゃいけない、潰れちゃいけないってのありますよ。だけどそれにね、長野市がお付き合いする必要っていうのは全くないですよね。
でね、ちょっとこっちこれ見てください。これこれこれがね、持ってきた書類なんですよ。木島平スキー場ね、木島平観光株式会社ってとこですけども、長野市教育委員会に持ってきて、ちゃんと挨拶してるんです。平成26年11月14日です。当社社員が長野市内小中学校を訪問し、特別割引券を配布することについて、格段のご配慮をお願い申し上げますっていう、書類を長野市に提出しまして、教育委員会はこれ、収受してます。突っ張れなかった、受け取ったんです。でね。でね、でね、でね、でね。これね、だけど、長野市の教育委員会は、どういう申し開きをしてるかっていうと、いやいや、そのね、学校でこういったチラシをまくっていうときは、各学校の学校長さんの判断になってます。だから教育委員会関係ないんですよ。っていうことを言うんです。ちょっと待ってください。だって最初持ってきたのはね、教育委員会なんですよ。でね、もっと悪いのは、議会のね、話を聞いていない教育委員会は。どういうことかっていうとね、これね、いいですか、これね、26年、去年の3月の議会の時のね、経済文教委員会委員長報告です。で、どういうことかっていうと、戸隠スキー場と飯綱高原スキー場については、小学校もね、その経営の維持に協力しろよっていう趣旨です。つまり小学生使ってくださいよっていうことですよ。で、何を言ったかっていうと、さらなる利用者の増加に向け、小学校との連携を強化する必要がある。これが議会の意思です。だって委員長報告でちゃんと本会議で報告して、それ通ってるわけですから。でね、当然、教育委員会もこのことを知ってなきゃいけないんだけれども、なんでかね、さっきの、お邪魔しますけど、これね、もうこれ持ってきたらね、はいって受け取っちゃったんです。それどころか、困りますが、そういうことやめてくださいって。議会は、そんなことしろって言ってないんですよ。我々、ね、経営に協力しろって言ってるんですよってことを言わなくて、じゃあね、教育長じゃない、校長先生に相談してみてくださいっていうことを言っちゃったんです。でね、なんと、3万枚。このね、チラシがばらまかれちゃったんですよね。でね、教育委員会はね、俺話しててね、本当にどうかと思うんだけども、木島平のね、スキー場の方々は一校一校丁寧に回ってこのチラシ持ってきました。教育委員会は学校長がいいと言ってればいいと言ってれば前でいいって言ってるんです。だからお願いしますってね、一個一個回ったんですよ。民間のことであればね、当たり前なんですよね。だけど、いや、そこまでやるとは思いませんでした、なんて言ってるんですよ。これ、冗談じゃないですよ。だって、ここに書いてあるんですよね。これ、いいですか？もう一回ね。当社社員が長野市内小中学校を訪問し、特別割引券を配布することについてって、いや、やるよって言ってるんですよ。そういうふうに言ってんのに、そんなことやると思わなかったな、なんてことを言ってるんです。でね、小泉が11月14日付でこういう文書が出てるから、それコピー小泉にくださいって言ったんですよ。言ったらね、わかりました議員、持ってきましたよって。持ってきたのね、違うんですよ。これなんですよ、これね、これどこが違うと、ここなんですよね。ここなんです。長野市立小学校長宛てなんですよ。さっきのね、教育委員会宛て、教育委員会委員長さん宛てなんです。でね、こういうの持って、だから要するに学校長が悪いんだよっていうことを言いたいんですよね、彼らはね。俺たち関係ない。学校長の責任でやったんだよってことを言いたいわけなんですよ。小泉は頭きちゃいましたけどもね、そういうことは。俺が持ってこいって言った書類と違うじゃねえかっつって、これ11月14日の書類じゃないじゃん、これ12月9日じゃんっつって、俺が持ってきたのなんで持ってこないんですかって。言って、ああ、すいません、これでご理解いただけると思ってました、なんて言ってましたけど、そういうことを言ってんじゃないんです。
あのね、小泉はね、これ教育委員会がどう考えても見識がね、狭いと思いますよ。見識が狭いっていうのは、要するにね、市政一般のことを自分たちの問題として捉えてないっていうことです。でね、飯綱高原もね、戸隠高原もね、こういうチラシ作ってね、頑張ってるわけですよ。で、飯綱高原は、特別会計でね、毎年1億ぐらい突っ込んでます。それでね、戸隠高原は企業会計で毎年赤字ですよ。それでも歯を食いしばって長野市がね、スキー場を維持しているのは何でかって言えば、そこに経済のね、活動があるわけですよ。中山間地の一つの経済の中心になっているスキー場。だから、税金1億ずつ突っ込んでも、赤字であっても、維持できる限りは維持していかなくてはいけない。そういう決意でやってるっていうことを、教育委員会の方々は分かっていないんですね。でね、今ね、スキーがどういう状況になってるかっていうとね、いいですか？これちょっと見いいですか？これ長野県の数字ですけれども、これ平成4年8年のこのことは良かったんですよね。このピークの時には長野県に2119万人もスキーのお客様見えていたんです。で、スキー場は110箇所もあったんですよ。それがだん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 減ってきちゃってね。で、今では709万人。だからピークの時と比べて3分の1ですよね、お客様、スキーのお客様。それからスキー場は95箇所になっちゃいます。15箇所も減っちゃったんですよ。で、その中にはね、その中には、大岡村と合併した時に、長野市の所有管理するものとなった、肘山パノラマスキー場っていうのもあるんですよ。だけど、あそこはね、維持できないってことで、残念ながら、もう廃止しちゃいましたよね。でね、そういうね、だからね、そのね、本当はね、維持したかったなと思いますよ、そこだって。で、苦渋の選択として廃止したんですよ。飯綱や戸隠だってね、きちんとみんなで利用していこうねっていう機運が、長野市民から盛り上がっていかないと、また長野市役所としてそういう機運を作っていかなければ、維持できない日がね、やってきてしまうかもしれないんですよ。そういう危機感を、全く持ってないんですよね、教育委員会。だからこの件ね、小泉は3月定例会の質問で一般質問をいたします。でね、ちゃんとやんなきゃダメでしょっていうことを言わなきゃいけないと思ってますけども、でもこれについてはね、小泉はいくつか希望を持っていまして、いくつかの希望っていうのはまず何かっていうとね、これさっきのね、グラフですけども、これ、ね、わずかですけどね、ここね、ちょっと上り調子になってるんですよ。ね、なってますでしょ。最近ね、スキーがね、復調してきてるんですよ、お客様。で、これをね、なんとか維持していければ、戸隠のね、黒字化とか、あるいはね、飯綱の、繰入れ金の減少とかね、そういったものに結びついていく。長野市のスキー場の持続可能性が高まっていくだろうなって期待しています。そしてもう一つはね、4月から法律が変わるんですね。教育と行政がもっと密接に連携し合うことができる法律改正がなります。教育委員会制度の改正ってやつです、いわゆる。で、これが始まると何ができるかっていうと、統合教育委員会って、統合教育会議だったかな？要するに行政とね、教育が一緒に会議やって方向性を決めていきましょうってことができるんだよ。だそうするとね、こんなチラシ持ってきたの受け取っちゃダメだよねってことが、行政と教育委員会全体で意思統一できる場がね、やっとできるんですよ。で、今後もね、そうやって行政と教育が一緒になって、長野市の教育、長野市のスキー場を維持していく体制、これをね、維持していってもらいたいと、小泉一馬は思います。はい、今日の恋ちゃんは、ここまでです。今後もね、
小泉はバシバシご意見言っていきますからね。